こんばんは、日常演武です。本日はチームはいろいろなチョコレートお菓子を食べていきたいと思います。まずはミルフと呼ばれる菓子、そしてクリスプチョコ、あ、チョコフレークの変化版なのかな、これちょっと見えづらいですけど、こちらにチョコフレークが垂れている。で、あとの2つはおなじみお菓子の変化版、パイの実深部ショコラとカントリーマムチョコマニー、アンテナオのチョコマニーって食べたことあって、はこのミルファスの中から食べていきたいと思います。パイとウェハースの贅沢ミルフィーユ、層になってるってことなのかな。では早速、やばい、ちょっと溶けて残念なことになっちゃってますけど、これ以上溶けないようにいただきます。ごちそうさまです。最初に食べたミルファスはサクッとしてウェハースと周囲にかかっているチョコレートのバランスがよく、サクサクとした食感のためにチョコレートのとろっととろける甘さを感じることができたのですね。やはり夏場にチョコレートはついに溶けてえらいことになってます。鉄は熱いうちに打てならぬ、チョコは固まっているうちに食べるのが花ですね。というわけで、夏のチョコレートはあまり長く置いておかない方がいいと改めて実感させられました。まあ、これも完全に自分のチョンボなのですが、次に食べたクリスプチョコもちょっと溶けてしまっていたのが、なんか8ピースに分かれているはずなのにくっついてて、ただチョコフレーク食べてるのと変わらないような感じでした。サクサクで美味しかったのですが、なかなかまたまたチョコフレークこれで食べたいかって言われるとちょっと疑問です。その次、カントリーマームチョコまみれ。カントリーマームのしっとり食感とチョコレートの甘さはかなり感じられましたね。ただ、カントリーマームの特徴でもあるチョコチップがちょっとどこにあるのかわからない。元のカントリーマームと比べると、チョコ味は強いんだけど食感が楽しめなくなってしまっている。一長一短の残念な部分もある。で、最後に食べたこちらのパイの実深部ショコラ、噛んだ瞬間にサクッとしたパイの実独特の食感と口の中でふわっと広がるチョコレートの甘さのバランスは良くて、今回食べた中では一番自分の好みに合っていたかなと思ったので、代表として4点とさせていただきます。それでは、サングラス、人形かけるの似合うかな、人形次第だとは思いますが、というわけで本日はチョコレートお菓子4品を食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になる商品ありました？もしあったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演武終了。